よかった。私の家だ。夢？なんだかわからない変なものが、なんだかわからないけど、いろんなことをするの。もうなんだかわからなくて。なんだかわからないな。なんだかわからないわね。目が覚めてもね、ここがどこかわからなかったの。ここは優子のお家よ。うん。あ、サンタさんもう来た？なんだ、まだか。優子がちゃんと寝るのをサンタさんも待ってるのよ。だからおやすみ。あ、またその癖。大丈夫よ。また変な夢を見たらサンタさんが助けに来てくれるから。サンタさんって強いの？うん、強いわよ。青い目をしたこんなに体の大きな人なんだから。ただね、もし優子が悪いことをしたらサンタがお仕置きに来るぞ。そうよ。だから優子はいい子にしてるのよ。わかった？呼んでもらったのに。うん、まあいいから。はい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 。じゃあこれもよろしく。はい。はい、じゃあこっちね。
ゃあもう来ないかと思ったよ。ごめんなさい。メリークリスマス、キョコちゃん。こんなことってあんの？この3人ともが可愛い。本当にあんまりないよ。本当、ね、結構何これ、クリスマスカードです。ちょっとやめてください。陽介さんへ、クリスマスおめでとう。お願いやめてってば。私のプレゼントはこの私です。よし、聖なる夜に乾杯。他の友達とは違うね。いや、なんていうかさ、純粋な気がする。
どうした、うん、私帰ります。ちょっと何言ってんの。何言ってんの。さっきから変だよ。でもゆっくり行ってくれ。お金だけ出してもらったのがいいからね。カレンちゃん早くなって。早いよ。ちょっと待って、そっちはそっちで楽しんでね。いい部屋だね、ゆうこちゃん。はい。ゆうこちゃん、あのさ、俺前から、俺はあのゆうこちゃんのことが。嘘。まあでも今日はさ、嬉しかったよ。あのカード優子ちゃん、優子ちゃん、あの時の夢だ。
復讐。ママだ。クリスマスも汚し続けた私たちへのサンタの復讐。プレゼント。何の音？美穂ちゃん？サンタがお仕置きに来るぞ。
親父に見えた。あなたのお父さんって外資さん。外資じゃねえよ。親父のはずないじゃない。あなたは女よ。女、どう見たって男だよ。そうよ、青い目の。いいね。みんな違うって見えるの。Thank you.
なくない？クリスマスなんて関係ないじゃん。相変わらず来るね、ゆう子。惚れちゃう。私たちにもおこぼれちょうだいね。違う。
私のせいじゃない。でもさ、プレゼントは私ですっていうのはやりすぎじゃない？いねえよ今時そんな女。そっちの方が話が早いっしょ。男なんてね、結局そういう純粋そうな女に弱いんだから。ですって。勉強になりますね。私が悪いんじゃない。メリークリスマス。私は悪くない。ゆこちゃんはさ、他の友達とは違うね。え？いや、なんていうかさ、純粋な気がする。そんなんで騙される男の方が悪いのよ。私が悪い？なんだ、夢かよ。ふざけんなっつーの。全く変な夢見ちゃったよ。ちっきしょ。ゆこ、お母さんよ。うわ、うつえ出たよ。私のクリスマスは帰ってくるの？お父さんもあなたが帰ってくるのを楽しみにしてるのよ。連絡ちょうだいね。待ってるから。クリスマスに親と過ごすわけねえだろ。はいはい。あ、ゆう子？ごめん、こんな時間に。なんか変な夢見ちゃって。夢？私らみんなで計画通りあの店に集まって長尾に行ったら、女のサンタがいて、そいつがみんなを殺そうとするの。私らみんなは逃げたんだけど、優子だけ捕まって頭えぐられちゃったの。でも優子は気づかないでそのまま逃げて。私の夢と逆じゃん。え？うん。ねえ、それよりなんで女のサンタなの？ああ、私のお母さんフェミニスト入っててさ、子供の頃からサンタは女だって教えられてんだよね。ああ、それじゃあサンタはその人が教えられたような姿で現れたってわけか。何の話？くだらない夢の話。ゆうこ？どうしたの、ゆうこ？
大丈夫？ゆう子。またうなされてたぞ。あのね、私が悪いやつやっつけてきたの。そうか、ゆう子がサンタになったのか。うん、腐った脳みそ引きずり出してやったの。腐った脳みそって。またテレビのホラー映画でも見たのよ、あの首の吹っ飛ぶやつとか。ダメよね、子供にあんなの見せちゃ。全く何考えて作ってんのかしらね、ああいう人たちって。あ、サンタさんのプレゼントよ。え、サンタさん来てくれたんだ。そうだよ、サンタが来てくれたんだ。わあ、サンタさんとトナカイさんだ。サンタさんこんにちは。トナカイさんこんにちは。今日何して遊ぶ？天気いいからね。じゃあ縄跳びしよっか。あと鬼ごっこ。いつまでもこのままでいてほしいな。誰が最初にやる？大丈夫よ、ゆう子は優しい心を持ち続けたまま大人になるの。私は逃げよっか。よし、じゃあ10秒数えてね。